ソビエトは評判、最初の演技者です。サドネンコーは、あ、2人目ですね。サドネンコーは154センチで40キロ、16歳になったばかりです。ロンダードが入りました。1回ひねります。いいですね、はい、10点満点の D 技の技ですけれども、非常に高いんですね。それも引き手にあとすぐひねらないで、一度体を起こしてからその後ひねってますから、かなり高さに余裕がありますね。さっこそ動いてますけれど、かなり満点に近い点数が出てくると思いますよ。右足の、ま、半歩のズレですね。そうですね、左足は動いてませんね。1回目、このサドネンコーは 9.837、 これから2回目です。女子の跳馬は2回演技ができまして、同じ飛び方でも変えても、あるいは変えてもいいんですが、良い方が得点になります。多分同じですね。お、あ、これは0点です。いえ、器具に触れてないのでもう1回取ることです。そうですか、はい、跳馬の場合ですね、助走のやり直しができるわけです。男子の場合にはこれ踏切番号を踏んで中断とか、あるいは横を走り抜けて出てんですがね、はい、もう1回走り出せば男子の場合は多分もうそうなんですね、引き返すことできませんからね、はい、女子と男子ちょっと少しずつ違うんですけど、女子の場合はロイター版、踏切版ですね、跳馬何も触れなかった場合はもう1回やり直しができるわけです。いい方が得点で、これが2回目です。これも同じ飛び方でしたね、はい、ロンダートから後方伸身宙返りの1回ひねり、まあ、あれだけ足が合わなかったのかやめてもう1回やってまた同じようにできるんですから、すごい精神力ですね。綺麗な伸身姿勢ですね、はい、高さも十分です。